ス席です。さあ4回でもう2桁10個の三振を奪っています。バッターボックス8番の吉川。昨日のゲームは大荒れでしたが、今日は果たしてどういう展開になるかというところですが、両ルーキーが奪三振が10です。2エンド1、追い込んだ。バットはどうでしょう。バットは回って6月3日の甲子園のゲームでも見事なシャットアウト勝利を見せました。打ってショートゴロ、ショート玉城の一塁に送りました。ワンアウト。今ご紹介しましたように4回まで10個ということで、高田さん、三振を取っているボールはどんなボールが多いですか。ほとんどストレート、スライダーですね。スライダー、これがスライダーですね。駒田、はい、左右もバーフィールド、左の膝元、そして吉原、右の外角ですね、これストライクのところから少しあのコースが外れるんですね。ですからバッターにはストライク見えますね。ジャイアンツの打線を見てみると、これは本当に伊藤智人をどう攻略するか難しいところです。アウトコースにもストレートでね、裏をかかれるんでね、はい、あの全体という全員じゃなくって個人個人でね、いろいろレフト線どうか、ファールジャイアンツ戦に投げられるようになりました。やはりあの一つの目標がこの巨人と投げること、先発することというとあるんでしょう。11、ご覧のように76という数字、今の奪三振を含めとの数字になりますが、セントラルリーグでは毎月セントラルリーグの5号賞というのをですね表彰していますが、いますからね。ただその今のところ甘い球がないんですよね。本当にあのなんていうんですが、どういう場面で見られますか。2ストライク1、さあどうだ、こういったファールボール、いう気持ちが両方ありますからね。それが一方的な試合がありましたからね。スイング三振、さらに1本出ればという場面でした、チャンスがあったんですよね、あれ、それキャッチャーフライだったんですかね。あの場面ですとスライダーあるいはフォークボール、大きなカーブがあります。2エンド1、ちょっと原が待ったをかけました。2エンド1、141キロのストレートボール、2エンド2。さあまずはです、外野フライでも1点、空振り、あの変ピンチだったんでね、ちょっとコース狙いすぎてますよね。ああ、2、3、その割には全然カーブに合ってないもんね、今日は。そうなんですよ、はい、ああ、打ち上げた、キャッチャーのフーター、追っていく、どうか、これは取れそうだ、取りました。国民の休日、さあ、巨人ヤクルト奪三振が12、2ストライク。いい思いをしたのはこの河合です。ストレート142キロ、引っ張るのが好きな得意な選手ですけどね。打った、いい当たり、ショートワンバウンド、よく取ってセカンド。三振が13、セントラルリーグの記録が16です。三振を奪っていけるかと、まあ、という感じですね。あ、バットは回りました。バッター、ちょっと当たってくるなって感じ、怖いそうですね。それぐらいの切れ味を持っていからうまくね、はい、あの体の方からインサイドに曲げてきますからね。どうしてもバッターねピクッとなってしまう。ちょっと甘くなると一発があります。熊田セカンド、あ、ランナーに当たりました。そうすると今のはもうセカンドは投げれないから、熊田はもちろん一塁ダウン、もう昼寝をたっぷりと取りました。あ、しかしとこ行けば必ず振って空振りになりますよね。ストライクはいらないですよ。さあ伊藤智人、15個目の三振を奪ったドクター K、 先頭バッターは余剰です。一発出ればもちろんあと1個でセントラルリーグの記録に並びます、ルーキーの伊藤智人。それも巨人戦です。2エンド、さあ2エンド2、16個目の三振、セリーグタイ記録、伊藤智人、巨人ヤクルト11回戦見事に達成しました。16個目の三振はキャッチャーの吉川から。伊藤智人ついにやりました、セリーグタイ記録。